武蔵野美術学園は1969年から2018年まで東京都武蔵野市に所在した実技専修の各種学校。学校法人武蔵野美術大学が運営する美術学校であり、帝国美術学校以来の美術の伝統校であった。武蔵野美術学園は武蔵野美術大学と同じ学校法人の組織であり、創立は1929年の 帝国美術学校の吉祥寺開校に遡る。短大、大学は設立後、小平校舎に移転したが、帝国美術学校は、武蔵野美術学校と名を変え、その後、1969年、武蔵野美術学園と名称変更、2018年まで創立当初の吉祥寺校舎を使用し、存続していた。2016年2月、校舎の老朽化などが理由で、 2018年3月に廃校と発表され、各種学校として89年、武蔵野美術学園として49年の歴史に幕を閉じた。2018年3月の廃校直前の教育課程は造形芸術家、メディア表現家にかの中にを専攻にコースを有する状態だった。造形芸術家には絵画、彫刻、日本画、版画の4専攻があり、 絵画専攻内に水彩、パステルコースがあった。メディア表現下にはイラストレーションの位置攻があり、専攻内に絵本コースがあった。それぞれ基礎課程専門課程研究課程の3年編成。なお、本科は週4日の授業を行うが、2年間で1回ほどを終了できる2日制というシステムもあった。清水隆名誉教授、彫刻家、 三雲昭之助名誉教授、洋画家山口長男名誉教授、洋画家塩出秀夫名誉教授、日本画家岡井厚志名名誉教授、グラフィックデザイナー磯部達夫名誉教授、洋画家坂井道夫教授、造形理論家丸亀都市国大学公友課役員、経営コンサルタント、武蔵野美術学園廃校の理由は、今も謎のままである。そのため様々な憶測がされているが、 今日まで公に公開されている情報は以下の通りである。2016年4月の開校式に学校法人武蔵野美術大学が武蔵野美術学園の学生に説明会を開催し、常務理事から廃校理由を説明した際は校舎の老朽化、バリアフリー化工事ができないのに項目が主な理由であった。しかし、その数年前に、 校舎の耐震補強工事を終えている手にや、同じ校舎を使用している通信教育課程で、バリアフリー装置を購入していることから、上記説明には矛盾点があると学生たちから指摘されるなど、これらは本当の理由ではないと、当時から言われてきた。平成30年度、第2回東京都市立学校審議会議事録によれば、学校法人武蔵野美術大学が、 東京都に届け出た廃止理由は、生徒数減少により、学校の運営継続が困難となったためとなっている。しかし、武蔵野美術学園2016年3月の造形芸術科学生数資料によれば、造形芸術科の学生総数は、2014年度181名、15年度218名、16年度253名と、 廃校直前まで学生数が増加しており、上記理由は事実と異なっている。学校会計者には、通称、旧むさび、学園と呼ばれることが多い。ありがとうございます。